皆様こんばんは。弊社よりマネックス証券の商品サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。また本日は大変お忙しいお時間帯にマネックス証券のオンラインセミナーにご参加いただきまして重ねて御礼申し上げます。私マネックス証券の増島豊と申します。本日司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、バンクアカデミー様とのコラボセミナーということで、登録者数、YouTube のですね、登録者数がなんと60万人を超えていらっしゃるということで、とても多くの方から頼られているバンクアカデミーのですね、小林良平様にお越しいただいて、バンクアカデミーと学ぶ今さら聞けない S&P500 上手な活用法とはというタイトルで、この後お話をいただくことになっております。今日ですね、なぜこのようなセミナーを企画させていただいたかというところなんですけれども、実は今般ですね、マネックス証券でしか買えない専用のですね、投資信託を販売を開始いたしました。その投資信託が、積立 iShares 米国株式 S&P500 インデックスファンド。こちら愛称がですね、積立 S&P500 というものでございます。こちら皆様、おそらく今日多くの方がですね、S&P500 ご興味ある、もう知ってらっしゃるというところかと思うんですけれども、まさにその S&P500 に連動する成果を目指した投資信託でございまして、現時点においてですね、国内の S&P500 に連動するインデックスファンドの中で、最もコスト、保有コスト、信託報酬ですね、お安いというファンドの販売を開始をいたしました。ぜひこちらを皆様にお知りいただきたいというふうに思っておりまして、改めてですね、今日は S&P500 について、小林様にいろいろとお話をいただくというところでございます。内容としてはこのような感じでお届けしたいというふうに思っております。まずですね、今も私が申し上げました積み立て S&P500 についてですね、運用を担当するブラックロックさん、ブラックロックさんというのはまさに世界有数の運用会社さんなんですけれども、党からのご説明をいただくというところ、それからその後にですね、今日のメインの講演でございます小林様のご講演、そして私どもからですね、改めて私どものサービス、その商品なんかのご説明をさせていただいて、最後に皆様からいただいたご質問にですね、お答えするお時間をかなり長めに取らせていただきたいというふうに思っておりますので、ご参加の皆様ぜひご質問いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速ですけれども、セミナーの部分ですね、ファンドのご紹介というところをよろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ブラックロックジャパン商品開発部の織原と申します。さて、ファンドの紹介ということで、積み立て iShares 米国株式インデックスファンド、愛称積み立て S&P500 のご紹介をさせていただきます。お伝えしたいポイントとしては、まずNISAを活用して成長性ある米国株式へ投資をコンセプトに、個人投資家の皆様に人気の S&P500 インデックスファンドの中で業界最低水準の運用コストでご提供すること、そして世界最大の資産運用会社ブラックロックによる運用であり、ブラックロックはインデックス運用の老舗運用会社であるという3点です。なぜ米国株投資家、そして積み立て投資の活用については、この後バンクアカデミー様よりご紹介がございます。さて、早速1点目のポイント、業界最低水準の運用コストについてお話しします。新NISAで始める資産形成のお役に立ちたいという思いから、個人投資家に人気の S&P500 のインデックスファンドについて、設定後約2年強の間は他社のどこよりも安い水準である運用管理報酬税込み 0.0586% にてご提供します。限定期間後においても税込み 0.09072% と現時点での業界最安水準でのご提供となる予定です。数字だけでは水準のイメージがつきづらいかと思いますので、業界平均との比較を右の表でお示ししています。個人投資家の皆様にご提供する S&P500 インデックスファンドの業界平均は 0.28% である一方、2026年5月7日まではなんと約5分の1
それ以降についても約3分の1近い水準と格安であることが見て取れます。なぜここまで安くできるのかというと、左側に内訳がありますが、まずブラックロックの自社グループで運用する ETF を活用することで委託会社報酬を最大限まで下げ、さらに販売会社であるマネックス証券様の協力等もあり、みんなで限界に挑戦することでコストを下げることを実現しています。なお当ファンドは現行NISAはもちろん、2024年からの新NISA制度においても積み立てNISAと成長枠投資、どちらでもお買い求めいただける商品です。続いて2つ目、世界最大の資産運用会社ブラックロックによる運用という点です。ブラックロックという名前を初めてお聞きする方もいらっしゃるかもしれませんが、ブラックロックはニューヨークに本社を置く独立系運用会社で、伝統資産からオルタナティブまで幅広い運用商品を揃えており、個人から機関投資家、公的な資金まで世界中のお客様へ運用ソリューションを提供している会社です。今年9月末時点の運用資産残高は約1358兆円と世界最大であり、これは日本の実質 GDP の約 2.4 倍ともなる金額で、世界の投資家から最も選ばれている運用会社です。そして3つ目、ブラックロックはインデックス運用の老舗ということで、私たちは幅広い資産を扱う中でも特にインデックス運用については歴史があります。50年以上前の1971年に最初のインデックス運用を世界の先駆けとして手掛けたことから始まり、テクノロジーを駆使し日々先進的な運用手法を取り入れています。また ETF の分野においてもシェアや銘柄数は世界第1位とリーディングカンパニーであり、当ファンドで投資する ETF は50兆円を超える残高規模と世界中の方々から支持されています。このように積み立て S&P500 は人気の米国株式投資を業界最安でご提供し、また運用の実績があるブラックロックが運用する商品です。NISAでこれから何に投資しようか迷っている方も、投資額を増やしたいとお考えの方も、ぜひご検討ください。なお当ファンドを申し込みの際は、株式や為替の変動などの投資リスクや手数料などご留意いただきたい事項がありますので、必ず交付目論見書や目論見書保管書面の内容をご確認いただき、ご検討いただければ幸いです。この後はバンクアカデミーチャンネル運営者小林さんによるバンクアカデミーと学ぶ今さら聞けない S&P500 上手な活用法とはの講演です。それでは小林さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、バンクアカデミーの小林郎平です。本日はですね、バンクアカデミーと学ぶ今さら聞けない S&P500 上手な活用法とはということで、最近特に注目度の高い S&P500 をもう少し詳しく知っていこうというところを、今回のところで、深掘りしていきたいなと思っておりますので、ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。それでは早速始めていきますね。まず流れとしては、最初に S&P500 について、ざっとお話をさせていただいた上で、じゃあこの S&P500 どうやって投資をしていくかというところを、順番にお話しできればと思っております。まずそもそも、S&P500 とはというところなんですけど、これは言葉を2つに分けるとイメージがしやすくてですね、まずは S&P、という部分、これは米国の S&P 社、スタンダード、プアーズ社が提供しているというものになります。スタンダード&プアーズ社は格付け機関として有名な会社ですね。あとは500というところは、米国の代表的な企業500社の株価の指数。指数っていうのは、こうやって投資を始めていると、よく聞く言葉にはなるんですけど、分かりやすく言うと、平均値ですね。いろいろな、会社のこう株式などを、いろんなこう計算の法則があるんですけど、それによって平均したものというイメージがいいかなと思っています。なので、S&P500 というのは、
S&P 社が、提供する米国の代表的な企業500社の株価の平均点というイメージが、よろしいかと思います。はい、じゃあそんなですね、S&P500 なんですけど、もう少しちょっとイメージを、具体的に持つために VTI との、ざっくりとしたイメージを持っていただければと思っております。で、 S&P500 というのは、まあ、先ほどお話しした、米国を代表する企業500社の株価の平均点ということなんですけど、まあ、これによって米国のその株式市場の、時価総額、まあ、その、会社の規模ですねの約 85% をまあ占めると、まあ、なので大型株で基本的には構成をされているんですけど、それとは別にこの VTI というのが、よく比較として出てきて、まあ、VTI に連動する投資信託というのもよくあるんですけど、これは米国企業の3500社程度ですね。で、まあ、小型株も含めて、米国の株式市場の 100% を、まあ、ほぼカバーしているというものになります。じゃあこの S&P500 と、VTI、まあ、どっちがいいかっていうのがよく出てくる話なんですけど、まあ、これどっちの方がいいかっていうのは結構株式相場によっても変わってくるので、まあ、こう株式相場が比較的好調な時っていうのは小型株の恩恵を得られる VTI の方が、まあ、上昇がの幅が良かったりするんですけど、まあ、あんまりそこまで大きな違いも、そこまでは出ないので、個人的にはもう基本的に S&P500 でいいかなと思っていますね。はい、はい、そんな、S&P500 指数の、構成銘柄ですねの上位10社ですねがこちらになっています。左側が1999年での、構成上位銘柄で、右側が2023年での、上位10銘柄ということで、まあ、こちらのもう、2023年、今年の上位銘柄をもう見ていると、上からアップル、マイクロソフト、アマゾン、NVIDIA、アルファベット、これグーグルのことですね、あとはテスラ、メタ、これはフェイスブックのことで、まあ、というように、まあ、今をときめくハイテク株がもう上位を占めているということで、まあ、最近の、この人気銘柄がずらっともうハイテク株で占めているというところがお分かりいただけるかなと思います。はい、ではそんな S&P500 の過去のチャートなんですけど、このチャートがあるからこそ今 S&P500 に連動する投資信託っていうのが非常に人気であるということなんですね。まあ、というのも、最近ですと、2008年リーマンショックの後から上昇はもうずっと続いてはいるんですけど、まあ、特に最近人気になっている背景としては、2020年のコロナショックの後ですね、この後に、まあ、これもハイテク株の結局は恩恵があったからこそなんですが、まあ、急激に上昇していることが分かりますね。で、まあ、これによって、S&P500 の、まあ、過去30年での平均リターン、毎年平均するといくら上昇しているかっていうのが年間でプラス 9.6%、まあ、約 10% くらいは上昇していると。まあ、しかもこれはドルベースでの表記になっているので、まあ、昨今の円安を加味すると、まあ、さらに上昇の幅は大きくなっているということになっています。まあ、年間で約 10% の上昇が平均で続いているということなので、まあ、人気の高さが伺えるかなと思いますね。はい、では、そんなですね、まあ、S&P500 がまあ、今後も上昇が結局は期待できるのかというところがやっぱり皆さん気になるところかなと思いますので、米国株がまあ人気の理由、まあ、今後も続いていくだろうという主な魅力ですね、これがまあ2つあると僕は考えていまして、で1つ目が先進国の中では今後も人口が増えていく貴重な国であると。でもう一つは、アップルやアマゾン、グーグルやマイクロソフトに代表される、まあ、今をときめく IT 企業など今後も革新を起こす企業が出てくることが期待できると、まあ、よくもう、IT のインフラを抑えているという表現をよく使われると思うんですけど、まあ、米国は今後もこのような、ハイテク企業が多く出てきて、まあ IT の覇権を今後握っていくんじゃないかと思っています。じゃあ、1のですね、この先進国の中では今後も人口が増えていく貴重な国っていうのをどういうことかというのを見ていくためにですね、
はい、こちらの、米国と日本の人口推移の予想をちょっと見ていただきたいと思うんですけど、まずは青色の方ですね。まあ、日本にいる私たちは人口減少、あとは少子高齢化だったり、まあ、今後も人口が減っていくという、予想はですね、まあ多くの方が聞いていることかと思うんですけど、まあ、それは確かにその通りであって、今後、これは国連の統計のデータである2100年頃までに人口がどうなっていくかという推移の予想なんですが、まあ、日本は2100年頃には、人口が1億人を下回って、まあ、減少傾向が続いていくということなんですが、じゃあ一方で、赤色の米国、これがどうなっているかというと、2100年頃までは、右肩上がりが、続いていくということが予想されています。でこれが何でかというと、移民の受け入れですね。まあ近隣諸国、メキシコだったりもそうなんですけど、移民を受け入れる、毎年100万人くらいを現状受け入れているんですけど、まあ、この、傾向が今後も続いていくということが予想されているので、まあ、この移民の受け入れの影響が大きく、まあ、米国はですね、今後も、人口が増えていくであろうという予想がされています。で日本にいるとですね、この人口減少っていうのが、まあ、よく聞くことにはなっているんですけど、これは何も日本だけの話ではなくて、まあ、ヨーロッパの方でも、この人口減少というのは、大きな問題になっているんですね。まあ、つまり先進国に、なるとどうしてもこの人口減少というのが、避けられない問題にはなってくると。しかし米国に関しては、今後も人口の増加が期待できるので、まあそれによる、株価の成長、経済の成長が期待できるという点が大きいかなと思っています。なのでやはり、来年から始まる新ニーサにおいてもこの米国株、まあ、引いては S&P500 への投資というのが、まあ、有力候補になってくるんじゃないかなと、こういう予想が、できているんですね。はいはい、そうしましたら、まあ、S&P500 がなんとなく、まあ、良さそうなのは分かったというところで、まあ、一つ、質問をピックアップしたいんですけど、まあ、実際にどうやって投資をしていくかというところの話なんですが、ちょっと読み上げますね。重い腰を上げて新ニーサで投資を始めようと思っていますが、やはり相場が下落するのが怖いですと、少しの含み損でも辛くなってしまうと思うので、どうかアドバイスをくださいということですね。まあ、さっきの S&P500 のチャートを見ても、まあ、長い目で見るとこう右肩上がりは確かに続いているんですが、まあ、それでもずっと右肩上がりが続くわけではなくて、どこかで下落するタイミングはあると、まあ、そういう局面がどこかでは訪れてしまうので、まあ、そういうタイミングを考えるとやっぱり新ニーサで投資を始めるのが怖くなってしまうという、こういう質問は本当に多くいただきますね。はい、ではここでですね、その新ニーサを始めるにあたって、まあ、大事なこの非課税枠をちょっとおさらいしておきたいんですが、従来の今までの、積立NISA、まあ、多くの人が、利用しているかと思いますが、こちらの積立NISA は年間の非課税枠が40万円で、それが、来年からですね、2024年からの新NISA では積立投資枠と、まあ、名称が変わって年間120万円に非課税枠が増える。で、従来の一般NISAの方は年間120万円だったのが、今後は成長投資枠と名前が変わりますが、年間240万に拡大すると。うん。まあ、要するに、積立NISA では今まで、この非課税枠の小ささっていうのがネックで、月3万3000円くらいしか、まあ、上限ですね、積立ができなかったんですけど、まあ、今後は最大で月10万円までは、積立投資ができるようになると。で、成長投資枠でも月20万円までは積立ができるので、合計で最大月30万円までは積立ができると。うん。まあ、成長投資枠の方では、積立じゃなくて一括でドカンと投資する一括投資もできるんですけど、まあ、初心者の方は積立投資が、まあ、無難なところかなと思っています。で、まあ、こちらの非課税枠が拡大しても、この積立額っていうのは、よし、まあ、思い切りを大きくするぞというのを、まあ、考えるよりかは、最初はまず無理のない範囲で、まあ、月数千円でも全然問題ないですし、無理のない範囲から始めて、また後で積み立て額を変えることもできるので、まあ、そういってちょっとずつ、積み立て額を少しずつ大きくしていくというのも考えてみるといいんじゃないかなと思っています。はい。
で、まあ、ここまでちょっと積立投資に触れたんですが、まあ、結局はこの相場の下落が怖いっていう方はこの積立投資のメリットを知っておくと、まあ、すごくいいんじゃないかなと思っていますね。僕も実際に新ニーサでは、まあ、積立投資をやっぱりやろうと思っているんですけど、その理由っていうのが、こちらのイラストで示してあるんですが、まあ、例えば、毎回の積立額が仮に100円だとすると、その買おうとしている商品の価格が例えば50円だったら100円割る50円で2口、まあ、つまり2個単位としては買えることになると、まあ、これはいいとして、でその後2回目ですね、その商品の価格が50円から、まあ、大幅に下落して25円に下がったと、まあ、つまり株式相場でも大幅に下落した局面になると、積立投資ではどうなるかというと、積立投資はまあ同じ金額で基本的にはコツコツ買っていくものなので、まあ、その時も100円の積立額で買うとすると、100円割る25円でイコール4口、まあ、つまり4個買えることになると、まあ、つまり先ほどの、2口買えた時に比べて、今度は4口買えているので、まあ、価格が安くなった分多くの量を、買えることになると、これが積立投資のメリットになるんですね。まあ、つまり相場が下落した時も積立さえ続けていればその分多くの量を買うことができるので、まあ、つまりは精神的に余裕を持つことができると、今は相場が下落しているので、積立投資によって多くの量を買うことができる。で、その多くの量を買えた分が将来的に値上がりして、その分だけ利益が出ていくから、まあ、下落しても、安く買えてラッキーだと思っておけばいいことになるというわけで、やっぱり積立投資はこうやって相場の下落時にこそメリットが出てくるということがお分かりいただけたかと思います。じゃあそんな新ニーサでですね、積立投資をまあおすすめする理由、まあ、先ほどもちらっと触れたところではあるんですけど、今回のその S&P500 も長い目で見ると右肩上がりが続いていると、まあ、これは誰が見ても、まあ、それはそうだよねとなるんですが、まあ、時には2008年のリーマンショックの時もそうですし、2020年のコロナショックの時もそうですし、まあ、時には大きく下落する瞬間っていうのがやっぱりあるんですね。で、この時にやっぱり含み損を大きく抱えてしまって、投資が怖くなって、やめてしまうと、まあ、俗に言う狼狽売りと言ったりもしますが、まあ、それによって投資をやめてしまうことが一番、避けなくてはいけないところなので、この時も積立投資を続けてさえいれば、まあ、相場が下落した時も安く買えて OK だと、整理ができるので、まあ、精神的にやっぱり余裕を持つことができるというのが大きな魅力かなと思っていますね。はい。まあ、ただここまでお話ししたところで、積立投資のメリットはお分かりいただけたかと思うんですけど、まあ、ただ積立投資が必ずしも万能ではないっていうところは一応整理しておいた方がいいかなと思いますね。まあ、それはなんでかというとシンプルな話であって、まあ例えばずっと基本的に右肩上がりが続いているものだったら、早めに一括投資をすることによって安く購入することができるので、まあ、それによって、一括投資の方が、利益が出るパターンもあると、まあ、ただこれはあくまで一つの理論上の話ではあるので、やっぱりこう理論と感情っていうのは別に考えるべきなので、特に新ニーサは非課税期間が無期限になって、長期の運用、長く運用を続けるっていうことが基本的な前提になってくるので、やっぱり大事なのは、余裕を持って運用を続けていくこと。じゃあその余裕をどうやって持つかっていうと、ここまでお話しした積立投資で、まあ、毎月などの頻度でこうコツコツ買っていくというところがやっぱりベターなんじゃないかなと思っていますね。はい。まあ、なので自分も、新ニーサではですね、この S&P500 に連動した投資信託を、積立をどんどん続けていこうかなと思っております。まあ、なので皆さんもですね、この新ニーサ来年から始まりますけど、どの商品を選ぼうかなっていう時に一つ、まあ、メインの投資先として S&P500 に連動する投資信託っていうのをぜひ検討していただくとよろしいかなと思っています。はい、はい、では一旦、私の話は以上となります。この後にまた質疑応答などがあると思いますので、しばらくお待ちください。ご清聴ありがとうございました。
ここからはマネックス証券より初心者におすすめの投資積み立てについてご紹介します。おすすめの買い方は定時定額で投資信託を買う積み立て投資です。マネックス証券の投資積み立ては100円からご利用可能です。一度設定いただければ自動で投資を行えます。頻度は毎日または毎月をお選びいただけます。例えばこのような設定も可能です。ワンコイン程度の金額から投資積み立てを始めるのもおすすめです。そしてマネックス証券では投資信託の保有で毎月ポイントが貯まるので大変お得です。そしてNISA口座での投資信託の保有の場合もポイントが貯まるので大変お得です。貯まったポイントは投資信託の買い付け、ポイント投資に使えるほか、 D ポイントや Amazon ギフトカードなどに交換できます。マネックス証券では積み立て S&P500 が対象の2つのキャンペーンを実施中です。まず1つ目のキャンペーン、積み立て S&P500 の新規設定を記念しキャンペーンを実施中です。期間中にスポット買い付けで合計10万円以上購入されたお客様の中から抽選で100名様に1万円をプレゼントします。また合計1万円以上の積み立て買い付けをされたお客様には抽選で500名様に1000円をプレゼントします。ぜひこの機会に積み立て S&P500 のご購入もご検討ください。そして2つ目のキャンペーンです。こちらは2023年から2024年にかけて投資積み立てをご利用いただく方向けの継続キャンペーンとして実施しています。期間中に3ヶ月連続でNISA口座で毎月1万円以上投資積み立てをご利用いただいたお客様の中から抽選でマネックスポイント1万ポイントまたは500ポイントをプレゼントします。ぜひNISA口座での投資積み立てもご検討ください。繰り返しになりますが、マネックス証券では投資積み立てを100円からご利用いただけます。頻度は毎日または毎月をお選びいただけます。マネックス証券では投資信託の保有で毎月ポイントが貯まるので大変お得です。ぜひキャンペーンにエントリーをして積み立て S&P500 の投資信託で積み立て投資を始めてみませんか。ここまでご清聴ありがとうございました。この後の質疑応答のコーナーもお楽しみください。皆様動画ご覧いただきましてありがとうございました。ここからはですね、皆様からいただいたご質問に小林様と一緒にですね、お答えしてまいりたいというふうに思います。まずですね、いただいているご質問の一つ目ですね。新NISA で投資した投資信託が、これお客様のご質問撤退するようなことになった場合どうなりますか。そういう心配は必要ないんですかというふうにご質問いただいております。これ撤退というのはおそらくこの召喚してしまうと、途中で召喚してしまうとどうなるんですかというようなご質問かというふうに思います。思う
うんですけれども、まあ、これ償還してしまうとですね、まあ、その時点でそのまあ運用が終わって、現金が戻ってくるということになりますので、まあ、損が出ている場合は、まあ、損が確定してしまうというようなことが出てくるかなというふうに思います。まあ、こちらそのもちろんですねリスクとしてないわけではないというふうには思うんですけれども、まあ、ある程度純資産がある投資信託を選ぶですとか、まあ、そういったもしくは、まあ、運用会社ですね、大手の運用会社を選んでいただくですとか、まあ、そういったところで工夫していただくといいんじゃないかなというふうに思います。続いてですね、いくつかいただいているので、まとめて、小林様にもお答えいただきたいと思うんですけれども、まあ、今日 S&P500 のセミナーということなんですけども、 S&P500 だけでいいんでしょうかと、他にどういうのと組み合わせるといいですかというようなご質問をいくつかいただいておりますので、この小林様、この S&P500 だけでいいのかというところをお考えお聞かせいただいてもいいでしょうか。うん、はい、S&P500 だけでいいか、うん、まあ、先ほどお話した通り、その米国株の成長に期待が持てると思うのであれば、まあ、基本的には S&P500 だけでもいいかなとは思っていますね。まあ、ただ株式にもいろいろなものがありますので、まあ、例えばやっぱりそれでも日本株の成長が期待できるだと思うのであれば、別途日本株の投資信託を買うのもいいですし、まあ、新興国やっぱり買っておきたいなと思うのであれば新興国の買っておくのもありだと思いますね。まあ、ただ先ほど、お話ししたようにやっぱり、米国株 S&P500 の魅力っていうのが確かにありますので、うん、個人的にはやっぱり S&P500 をメインに添えておいてもいいんじゃないかなっていうのは思っておりますね。なるほど、 S&P500 メインで良いんではないかということですね。ありがとうございます。まあ、これ関連してですね、まあ、これよくネット上でもですねご質問とか YouTube の動画なんか私も見たことあるんですけれども、 S&P500 と並んで最近非常に人気があるオルカン、まあ、オールカントリー略してオルカンですね、まあ、全世界株式というようなものですけれども、 S&P500 とオルカンだったらどっちがいいのかとか、もしくはどっちか両方組み合わせるのはどうなんだとかっていうのご質問も今日いただいてるんですけれども、それについては小林さんいかがでしょうか。はい、まあ、全世界株式のその現状の中身が約 60% くらいは今米国株が占めているというのがありますので、まあオルカンとその S&P500 例えば両方1対1で持つと、まあ、80% くらいはもう米国株が占めてしまうということになってしまうので、だいぶ米国株に偏ってしまうことにはなってしまうんですよね。うん、まあ、ただそれでもその中身っていうのは今後の情勢によっても変わってくるところではあるので、 S&P500 とオルカンをまあ両方持つことで、まあ、自分が精神的に余裕を持って運用が続けていけそうだったら、それは両方持つということは全然ありだなとは思いますね。なるほど、はい、はい、ということで、まあ、両方保有されると、まあ、かなり米国株に偏ったポートフォリオになるんだけれども、まあ、それご自身のリスクコントロールの範囲内でですね、まあ、精神的に落ち着けるんであればそれでもいいんではないかというようなご回答だったかと思います。はい、では続いてですね、今日やっぱりNISAについて、まあ、NISA、新NISAについてもたくさんご質問をいただいておりますので、それについて、いくつかお答えいただきたいというふうに思います。NISA は基本的に長期運用望ましいと思っておりますが、おっしゃる通りだと思います。時期を見て必要により中期的10年から15年くらいの利用をしたいと考えています。そういうような時期で、期間で使うときに何か懸念点というのはあるでしょうかというところなんですけれども、まあ、NISA ってまあかなり長期間もっと何十年もできる制度に、まあ、来年からなるわけですけれども、まあ、10年15年っていうところ、まあ、ある程度このご年齢がいったお客様でいらっしゃると、まあ、そんなに長期間ではなく期間限定というところもあろうかと思うんですが、そういったところに何か注意しておくべきポイントなどありますでしょうか。まあ、結局はその10年15年の運用っていうのを、まあ、ここを実際に続けていけるかっていうこの心構えの部分がやっぱり大事かなとは思うんですよね。それは結局はさっきのその何を投資選ぶかっていうところ、実際にこう下落局面がやっぱり来た時に本当にその銘柄を信じてずっと持ち続けることができるかだったりの、そういう整理のところが自分なりにきちんとできているかっていうのがやっぱり大事だと思うんですよね。はい、まあ、なのでやっぱりこう誰かがこう選んでるからちょっと自分をこう選んでみようとか、そういうことをやっていると実際にこう下落の局面が起きた時にやっぱりこうずっと持っていられなくて売却してしまって、結局は続けることができなかったとかっていうのがよくあるケースだと思うので、はい、まあ、やっぱり10年15年続けていくとても大
大事だと思うんですけど、それを本当にこう続けていけるかっていう心構えと、まあ、そのあたりはちょっと知識をつけていくっていうのがまた大事なのかなとはよく思いますね。なるほどですね、はい、やっぱ続けることが大切ということでございます。でその続けることが大切な積み立てについてもですね、まあ、NISA と組み合わせてたくさんご質問いただいております。まずストレートにですね、積み立て投資を続けるコツを教えてください。やっぱり来年再来年暴落来たら怖いですというところなんですけども、小林様ズバリ積み立てを続けるコツを教えていただけますか。積み立てを続けるコツはですね、積み立てしていることを忘れることですね。なるほど、逆に忘れちゃいなさいと、はい、でもこれ結構割と真理をついているかなと思っていて、まあ、やっぱりもう投資しているのを忘れているくらいで、うん、ほったらかしている方がある種ちょっとリターンがこう高くなっていくっていうのデータもあったりはするんですね。うん、まあ、やっぱりそれくらいこう人間の心理っていうのがこの投資の妨げになってしまうことがあるんですよっていうのを一つ、まあ、理解しておくといいんじゃないかなとは思いますね。うん、ありがとうございます。忘れてしまえばいいというところですね。まあ、関連してですね、まあ、やっぱり投資難しいイメージがありますと、これから積み立て投資始めたいんですけれども大きい金額入れるのが怖いですと、最初は1000円2000円ぐらいから始めた方がいいのか、それとも最初から数万円ぐらい、まあ、頑張った方がいいのか、お考えどうでしょうかというところなんですが、いかがでしょうか。どちらでも全然いいとは思いますね。とりあえずは始めることがまずは大事だと思うので、始めることですね。はい、もう本当に最近はね、月100円だったりでも全然投資信託の積み立てを始めることもできるので、で最近クレジットカードの積み立て、まあ、クレカ積み立てがだいぶ人気になってきてると思うんですけど、まあ、とりあえずクレカ積み立てで月数千円とか、あるいは数万円とかでもいいと思うんですけど、そういうので始めて資産運用の延長でまあポイントをもらっていくというのが個人的には結構楽しくていいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。まあ、今お話に出ましたですね、クレカ積み立て、クレジットカードを使った積み立てというところですと、まあ、マネックス証券でもですね、マネックスカードというようなクレジットカードを使っていただいて積み立てをしていただくとですね、年間 1.1% のポイント還元というのをやらせていただいております。さらにですね、マネックス証券で、これからNISA口座を開いていただいた方は約1年間ですね、2.2% の還元が受けられるというような、まあ、お得なプログラムもやっておりますので、ぜひこちらもご検討いただければと思っております。またですね、続いて質問に行きたいと思いますが、今日ですね、まあ我々のところで販売している投資信託のですねご紹介、 iShares 米国株式 S&P500 と、積み立て、S&P500 というものをご紹介しているので、それについていくつかご質問いただいているので回答させていただきたいと思います。まずですね、この商品について、実質コストが少なく魅力的な商品だと思いましたと、ありがとうございます。俗に言うオールカントリーに比べて、S&P500 の方が高くなってしまうのはなぜでしょうか。これコストについてですかね。一般的に私の認識ですとオールカントリーの方が、まあ、微妙なとこですかね、ケースバイケースかもしれませんけれども、あるかなというふうに思います。まあ、このファンドについてどういうところが他社と違う魅力ですかというご質問をいただいてますけども、まあ、やっぱり、まあ、S&P500 に連動するということであれば基本的に、まあ、成果っていうのは、まあ、どのファンドでも同じと考えていただいていいと思うんですけれども、やっぱりそういう時に大事になってくるのが、まあ、コストの部分ですね。まあ、コストというのは、まあ、金融の側からするとですね、コストというのは高い方が売上高くなるので嬉しいものなんですけれども、一方で投資家の皆さんからすると安ければ安い方がいいというものになりますので、そこは非常に重要なポイントかなと思います。あと皆さんですね、ご存知か分かりません、まあ、聞いたことある方多いと思うんですけれども、投資の神様と言われるウォーレン・バフェットさんですね。彼はですね、株主への手紙っていうですね、自分の会社の株主に対して書いている手紙の中で、もう投資家にとっての最適な答えっていうのは S&P500 に連動する低コストなインデックスファンドを長期間買うことですよっていうふうに過去おっしゃってたりもします。まあ、それぐらいですね、まあ、S&P500 という指数自体はやっぱり魅力的、まあ、神様からしても魅力的なのかなというふうに思いますし、彼もやっぱり低コストであることが大事だよというふうに言ってますので、まあ、今回のようなこのファンドもご利用いただけたら嬉しいなというふうに思っております。続いてですね、積み立てについて、これも時々いただく質問であるんですけれども、マネックス証券では毎日積み立てと毎月積み立てというのをやっておりますけれども、チカ様からですね、ご質問で1日100円の積み立てと1ヶ月2200円の積み立て
まあ、要は22営業日あったとすると、まあ、同じになります。金額としては同じになるんですけれども、まず手数料に差はありますかというところなんですけれども、まあ、これ基本的にまずそもそも手数料、申し込み手数料っていうのは今マネックス証券、無料でございますし、オンラインで買っていただいたら無料でございますし、基本的に差がありません。で、信託報酬についてはですね、まあ、1日ずつ買っていった方が、何でしょう、2200円に達するまでにかかるコストっていうのはもちろん保有金額が少ないので、少ないと言えるとは思うんですけれども、まあ、結局2200円になってしまった後というのは一緒でございますので、まあ、ここについてはもう超ビビたるコストの差というところかなと思うので、お気にしていただく必要はないかなと思います。また関連してですね、まあ、その時々毎日積み立てと毎月積み立て、毎日一定額買っていく積み立てと毎月1回とかで定額買っていく積み立て、どっちがいいですかってご質問いただくことがあるんですけれども、これについて小林さんお考えはいかがでしょうか。はい、これは S&P500 でもですね、過去に自分もシミュレーションしたことがあるんですけど、まあ、結局今までの積み立てNISA あるいは来年からの新NISAみたいに、もう長く運用を続けていくことを踏まえて、10年20年30年とかでシミュレーションをしてみると、結局はこの毎日積み立てと毎月積み立てのこの差っていうのがどんどんこう収束していく、なくなっていく傾向があるので、まあ、結論としてはどちらでもそんなに変わらなくなっていくので、そんなに気にしなくていいですよということになるかなと思いますね。で、まあ、ご自身の気持ちの問題でどっちがご自身に向いてるかみたいなところですかね。はい、それでいいかと思います。はい、ありがとうございます。で、まだまだたくさんご質問を頂戴しておりますが、申し訳ございません、ちょっとお時間の方がですね、間もなくというところでございますが、ので、そろそろ終了とさせていただければというふうに思っております。やはり皆様ですね、非常にNISA、そして来年からの新NISAで、これから積み立てを始めるという方がすごく多くいらっしゃるんだなというところが改めて分かった次第でございます。今日ご紹介したですね、マネックス証券でしか買えないですね、積み立て iShares 米国株式 S&P500 インデックスファンド、こちらもぜひ投資対象の一つとしてご検討いただければというふうに思います。まあ、もちろんですね、世の中たくさん他にも S&P500 のファンドというのはありますし、別に必ずしもこのファンドだけではなく、もちろん構いませんので、ぜひ皆様のですね、将来のために、将来の不安を取り除くとかですね、将来こういろんな選択肢が増えるということのためにですね、積み立て投資というのはぜひ一人でも多くの方にやっていただいて、皆様の幸せな資産形成を作っていっていただければなというふうに思っております。マネックス証券でもですね、そういった方々のサポートをしていただく、していくために全力で頑張ってまいりますので、今後ともご支援いただければというふうに思います。本日はですね、バンクアカデミーの小林良平様にご出演いただきました。小林様、いろいろなお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日はご視聴どうもありがとうございました。本日はこちらで終了させていただきます。ありがとうございました。